はい、皆さんこんにちは、プロボーラーのカクトです。今日はですね、もうじき発売されます IQ ツアーサファイアあるじゃないですか。あれめちゃくちゃいい色ですよね。サファイアって感じします。はい、でさあそれを今日投げるのかって言いますと、投げないんですね。IQ ツアーサファイアはちょっと僕の手元には来ないです。はい、僕はねちょっとね、あのオメガクラックスをね投げてみたいなと思ってます。はい、そこでですね、 IQ ツアーサファイアのねカバーとかね、内容を見たんですけど、実はね IQ ツアーエメラルドとそっくりなんですね。はい、 R2S のパールでコアも一緒と、色が違うんですけどね。はい、でじゃあね、今日はねエメラルドで、ちょっと発音違うかったかな、エメラルドで、はい、1ゲーム投げていこうと思います。でね、サファイアがこんなもんかっていう感じで見てもらえたらいいと思います。はい、まあね、僕の中でもう、R2S のバールって言ったらだいぶ下の方のカバー、なんなら一番下かな、僕の中では。はい、ウレタン使わないんで一番下の部類に入ります。もしサファイアを投げるとしても一番下です。はい、でまあ多分ね、僕のこれ感想ですよ、投げてないですけどね、エメラルドとサファイアやったらサファイアの方が走るんちゃうかなって思います。なんとなくイメージです。色もあの方、あっちの方が走りそうな感じがする。エメラルドはこれね、はい、なんかこっちの方がちょっと曲がりそうな感じしないですか。で、今回のエメラルドのレイアウトはこのピンダウンになってるんで、若干ね走りを抑えております。はい、手前からちょっと動こうとするような感じになってます。はい、それではね、 IQ ツアーエメラルドで1ゲーム投げていきたいと思います。ご覧ください。それではね、投げていきたいと思います。オーケー。はい、2フレーム目。ちょっと外ミスしました。個人的にはサファイアの方が綺麗な色してるんちゃうかなと思います。でね、動きはね正直ねちょっとわからないですね。カバー一緒やし、うん、なんか色で若干違うって言いますけど、こればっかりはね多分投げてみるとわからんと思います。今のは手前でやられたな。はい、やっぱね IQ はね扱いやすさが売りなんで、すごくね手前、今回のねエメラルドとかその R2S のパールはね手前の走りがスムーズで扱いやすいです。ちょっと遅なってんのかな。
ストライクが、ストライクを出したい。ちょっとだけ、ちょっとだけ寄ります。おー、いいよ。すごい綺麗やったわ。今日のちょっと服装にはね、エメラルド合ってないね。ピンクにエメラルドはちょっと合わない。よし、こっからストライクを続けていきます。オーケー。匂いはね、めちゃくちゃいい匂いです。メロンやった気がする。実際ね、メロンかどうかって言ったら分かんないですけど、いい匂いです。よしよしよし、ストライク続けるね。ちょっとね、やっぱ IQ なんでね、先の動きがおとなしめなんで、しっかり当ててあげんとタップするね。はい、すごい薄めがいいピンアクションします。あー、外ミスした。あー、よし、最後はねストライクで締めたいと思います。ああ、外ミスすると結構帰ってこへんな。はい、はい、投げました。うん、カメラが回ると点数が出ないね。うん、あのね、実はね、これの1個前のゲームで279点やったんですよ。でね、まあ練習もほどほどにして動画撮ろうと思ってたんですけど、カメラが回ると弱いな。笹田プロは確かカメラが回るとめちゃくちゃ点数が出るって言ってましたね。対決したら絶対負けんな。カメラが回るとね、なんか点数出ないですね。前回もね、点数出なかったですしね。うん、カメラに弱い、格闘。ってことは、本番に弱い。なんとかしないといけないね。はい。で、エメラルド、どうでしたか？ちょっとね、コンディションが、まあ、ハウスコンディションで、うん、ちょっと、競技会で4ゲーム投げて、僕自分で2、3ゲーム投げた感じのレーンになってますんで、まあそんなに枯れてるわけでもないけど、まあまあそんなにね、あのオイルがあるわけでもないんで、こういうね、ハウスコンディションだと IQ ツアーエメラルドこれぐらいのカバーでも全然十分投げれますよね。なんなら投げやすいから逆にええんちゃうかなと思いますよね。もうちょっと外から投げたりもできると思うし、うん、中に入ったら若干先の動きが緩いからピン飛ばそうと思うと、ちょっと、うん、もうちょっとコアの強い球の方がええんかなとも思いますけど、すごく扱いやすいです。やっぱり IQ はね、扱いやすさが売りやと思ってるんで、はい、
まあ次の IQ ツアーサファイアもね、買おうと思ってる方はいいんじゃないでしょうか。うん、ツアーエメラルドとサファイア、これ2個投げてもいいんじゃないかなと思いますね。ちょっとレイアウト変えたりして、うん、はい、まあね、こんな感じで、うん、IQ ツアーサファイアを投げてる体でエメラルドを投げました。うん、まあね、僕はサファイアちょっと投げれないと思うんですけど、オメガクラックスをね投げる予定でいてますんで、またオメガクラックスがね届いたら投げたいと思いますんで、そちらの方もぜひご覧ください。はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。